階段アミーゴ。行ってみようか。女子大生、ボーシャン女子大生がアルバイトをやってた夏休みの間に、ある、あの外食 の, あの要はドライブスルーのところで、まあ、あの奈良の方らしいんですけども、アルバイトでやってて、だから車がやってきて、まあ、そこ注文を受ければですね、みんなそこでヘッドインカムつけてて、うん、で例えばハンバーガーとかコーヒーとか、はい、マイズショップ、はい、コーヒーとかで、まあ、確認するわけですよ。で、ある人がやってきたときに、ないかないって言われたときに、パパ、僕ミルクって声が聞こえたんで、あ、おミルクですねって言ったら、ミルクなんか頼んでねえよって言われて、あの、でみんな聞いて、パパ、僕ミルクって男の子の声、みんな聞いてるけど、俺頼んで、あ、すいませんでしたって言って言うことがあって、うん、店長に報告したんです、うん、ちょっとこんなことがありました。あれ、黒屋のランクルで、あの40ぐらいの手前の男で一人だっただろうって言って、あの男来た時必ずすんなよ、その声がって言って、その男が来た時必ず、いや、家族連れで来る時はないんです。その男が一人でドラムズ入ってる時に、うん、男が気持ちは必ず、パパ、僕ミルクって声、必ず聞こえる。ですね、だからまあ気ぃつけときよって、その子ね、あの半年いたらしい、あと2回聞いたらしいです。はっきりと聞こえた。で全員が聞いてる。ああ、同時に聞いてますね。全員が聞いてるんで、あ、ミルクですね、頼んでねえよ。